皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画は最近の購入品紹介です。購入したのはこちらです。じゃーん、こちらのハイブリッドスチームクリーナーを購入しました。一見普通の掃除機のようにしか見えないんですが、名前の通りスチームクリーナーということで、スチーム水蒸気を使って汚れを落としてくれるお掃除グッズとなっています。我が家では猫を飼っているので、なるべくお掃除の時に薬品を使いたくないんですよね。ペットを飼っている方だったりとか、あとちっちゃいお子さんとかね、すごいいいアイテムなんじゃないかなと思います。でこれは楽天でね、めちゃくちゃランキング上位に入っているアイテムで、なんかね口コミ数6600件ぐらいあって、もう長いこと、ずっと人気のあるアイテムみたいです。その割にお値段1万円以下、9000円台で購入できたので、まあ私もどんなもんかなということで試してみます。まず付属品が何ついてるかというところなんですが、この本体、ここがね分解できます。このヘッドの部分も取ることができるし、この腕の部分も簡単に取ることができます。そしてマイクロファイバーのパッド、マイクロファイバーのモップ、カーペットなどに使うときに使えるカーペットリング、そしてこんなにたくさんの用途によって使い分けることができるノズル部分がセットになっています。この辺はガラスとかだったり、あとこれジェットノズルだったりとか、これは洋服のアイロン掛けなんかにも使うことができるようなノズルだったり、もうかなりいろんな部分に使えそうです。それでは実際に我が家でお掃除したい部分たくさんあるので、いろんなところにどんな感じで使えるかっていうのを試してみたいと思います。まずね、こういう風に自立してくれるのってすごい嬉しいんですよね。場所取らないし、あとこのホールの部分が伸縮可能みたいで、おー結構伸びるぞ。スーッとやりやすいかな。モップの裏側がこんな感じでギザギザしてます。マジックテープみたいになってるので、このままペタッと簡単につけることができます。ここが電源スイッチ、そしてここがスチームのね噴射の調節ボタン、ここは給水タンクの固定スライドボタンと、お取れました。なんとびっくり、浄水器が入ってるんだって。だから綺麗なお水でその水蒸気で洗うことができるので安心感があります。お水入れてきたので、これを準備 OK です。電源をオン。だいたい30秒から1分もすればもう水蒸気が出てくるらしいんですよね。もうシューって聞こえる、もうプシュプシュ言ってる。あ、すごいすごい。あ、普通になんか雑巾がけしてるような感覚ね。こういう壁とかもできちゃうわけですよね。我が家の玄関なんですけど、結構前からねなかなか落ちない汚れがここにあるんです。シールの剥がし跡みたいな汚れが、よいしょ、あれ落ちた、一回で落ちた。待って、ここも落ちる。この汚れ、すぐ落ちるじゃん。あ、すごい綺麗になってるわ。もうすでに汚くなってる、ピカピカ。このまま乾くのをね待てばいいだけよね。楽ちんだ。そしてこのノズル部分をジェットノズルってやつに変えてみたいと思います。よし、このままでも、ね、すごいすごい。今までやってたエアコン掃除のあの悩みとかが一気に消えるので、めっちゃ簡単。そしてこの我が家の汚いコンロ汚れ、これ落ちたらすごくないですか。今度はさっきのこのノズルの頭にこのブラシをつけて擦りながら落としていくということです。あ、待って、落ちてるんですけど。うわー、取れる。
はい、ということでざっとやってみただけなんだけど、こんなピカピカになったんだけど、ここだけね一旦残しておいてみた、わざと。ここら辺までこの焦げあったんだけど、取れないと思ってたのに。この辺とかもすごくない？めっちゃ綺麗になったんだけど。そしてこれはアイロン用のヘッドです。なのでなんと洋服のアイロンもかけられちゃうみたいです。めっちゃ強力だね、これ。すごい強力なんで、すぐパリッとしてくれそう。うん、パリッと気持ちいいシャツになりました。はい、ということで実際にこちら使ってみて、こんなにも汚れ取れるかということで本当にびっくりしました。どんな場所でも使えるアイテムですし、お水だけっていうのが本当に環境にもいいように感じるし、いろんな洗剤買ってきたりとかしなくたって、もうお水だけでこんだけ綺麗になるんですよ。すごいねこれ本当買ってよかったなと思います。気になる方いれば概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。